おはようございます。速稼塾の久保です。今日はね、車3台あるじゃないですか。私1人で3台もあるんですけども、全部ガソリンがないんですよね。で、トランザムはちょっと置いとくとして、この2台はね、よく使うんで、2台ともガソリンをパンパンに入れておこうと思うんですけども、確かね、80リットルがセルシオ、65リットルがベルファイアなんですよ。で、今ガソリン高騰してるんで、いつもは気にしないんですけども、今日はいくらになるのか、ちょっと気にしながらね、ガソリン入れてこようかと思います。一気に2台入れてきます。行ったり来たりしますけどね。じゃあ行ってきます。じゃあまずはね、セルシオから入れてこようと思いますけども、これがね、どうもね、7キロ、8キロとカトログではなってたんですけども、まあ私みたいな、その街乗りっていうんですか、短距離走になってくると、なんか5キロとかね、4キロに近い5キロなんじゃないかなって燃費なんですよ。いや、むちゃくちゃですよね。まあ、しょうがないですね、でもね。ただ、そんなにね、距離乗らないんで、金額的にはそんなにいかないんですよ。例えば、月に1回から2回ガソリン入れる程度なんで、まあ、けどね、これ80リットルも入りますんでね。トランザムが60リットルなんで、トランザム以上に一発で入れる金額、でかいんですよ。うん。まあ、ちょっと行ってきますね。うん。行ってきます。今ね、ハイオクが169円ですね、値引き込みで。あれ、値引き額違いますね。今ね、ハイオク169円です。いや、入れてますよ、こうやって169円、ね、ちょっと長いですよ、80リットルなんでね。こうやってじーっとしてないといけないですね。169円。一応店頭表示は172円ですね。まあ、いとも簡単に1万円突破ですよ。まだまだ入ります。1万1000円ですか。65リットル11000飛んで53円で値引き額込みです。ということで1台目の生産終わりまして、11000飛んで53円、単価が169円ということですね。以前入れたのが150円前後だったような気がするんですけども、確かにね、このガソリン代いくらかなって気にしなくなってからもう長いですね。うん、でもこうやって見ると1万円するんですよね、やっぱね、いっぱい入れると。3台あるんで、かける3で3万円、それをまあ月に2回ぐらいなんで、ガソリン代はおおむね毎月6万ぐらいかかるのかなっていう感じですかね。まだわかんないですけど、ムラがあるんで私ほとんど乗らないんでね。これじゃあ次のベルファイアの給油に行ってきます。まあ、ちなみにね、やっぱトヨタ車のこのベルファイアとセルショーカー、特にゼロ速度からの加速ってものすごくね、こう負担なくグイッと乗ってくるんですよね。高速道路の合流もすごくスムーズだし、本当にね、1秒あったらもうなんか乗ってくるって感じですか。グイッと例えにくいんですけども、まあこの加速は好きですね。まあだからといってね、別にね、60キロ70キロ出すわけじゃないんですけども、初速から30キロ台、40キロ台に行くのに、本当に1秒ぐらいでスッと行くなってとこですね。うん、これは好きですね。だからといって、いつも急加速してるわけじゃないんですけどね。合流するときとか、なんですかね、ずっと停車中に、車の流れに割り込むときとかね、割り込むって言っても変な割り込みじゃないですよ。スッと入るときって、もたついたら後続車に迷惑かかるんで、十分車間距離で取るんですけども、その上でも、なるべく前の車にペース合わせた方がいいじゃないですか。一応気使ってね、運転してるんですよ、それでも。やっぱ YouTuber たちが悪いとかね、セルシオ乗りはちょっとね、機嫌が悪いと思われたくないんでね。じゃあ、ベルファイア行ってきます。これじゃあ、セルシオが終わったんで、次、ベルファイアね。こいつ、60リットルぐらい入るんじゃないですかね。どうも、ベルファイア乗りました。なんかね、録画が縦撮りになっちゃいました。スマートフォンのホルダーがたまたまね、縦にあってたんで、スコンと入れたんですけども、縦になったり横になったり、基本的には横が好きなんですけどもね。うん、まあこのまんま、ガソリン行ってきます。
だいたい私のね、会社っていうか家からね、あのガソリンスタンドって2、3分のところに1個あって、1分ぐらいのところに1個あるんですよ。まあ、ですので給油には困らない環境なんですよね。一つがセルフで、一つがセルフじゃなくて人手でやってくれる方なんですけども、うん、やっぱりね、人手でやってくれる方はちょっとしたこう、うん、温かみあるんですけども、なんですよ、結構ね、タメ口で偉そうなんでね、あんまり行きたくないんですよね。そういうこと気にしない方だったんですけども、なんかね、鼻につくタメ口なんですよね。まあだからまあ、セルフの方が気が楽かなってところもあるし、セルフの方は、N キーも使えるんでね、人のスタンドってこの N キーが使えないんで、ちょっとね、お得感はないんですよ。まあもちろん、人手でやるからこそのサービスとかあるんですけども、まあ、ぶっちゃけセルフでもサービスマンがいて、で、細かいことやってくれるんですよ。で、トランザムなんてのも持ってってね、で、トランザムのオイルってなかなかないやつなんで、オイルを取り寄せてくれたりとかね、それからちゃんとオイルを保管しておいてくれて、3ヶ月とか4ヶ月後に入れに行ったらまたあるよみたいな感じでね、うん、細かくやってくれるかなっていうところです。まあだからやっぱり最終的にはやっぱ人なんだろうなと思いますよ。どこまで行っても。結局どんなオートメーションとか AI でも誰かね、人が介してるのは間違いないんで、AI にしてもロボットにしてもその人の気持ちが入ってるんでしょうね、きっとね。おい頼むぞ、ここ行かしてくれよ。あー、ほんとなんかトロンコトロンコするとね、こういうのに巻き込まれるんですよ。いやー、でも安全運転ならしょうがないか。やっぱチンタラ走るのも、まあ、安全とね、引き換えなんでしょうね、きっとね。これでイラついちゃダメですね。いや、でもこんな間があるのに、行かないんですよ。まあでも、ね、何度も確認するのがいいですよ、やっぱり。うん。焦ってもね、いいことないですから。じゃ待ちましょう、ここは。というふうにいつも自分をなだめておりますありがとうございます。じゃ待っときますね。じゃあね、さっきいただいたばかりのこのサービス券と、あとエネキー、このエネキーでパチッとやるとこういう感じですよね。 T カードを通すと T ポイントもつくと。この1円2円が大事ですからね。で、割引の QR コード、ほら、ね、ちゃんとこうやってね、節約できるところはしていかないとダメですよ、本当に。金持ちほど、まあ私が金持ちであるかどうか別にして、金持ちほど1円に厳しいですからね、1円に真剣ですよ。で、価格はさっきのセルシオと一緒、169円に値引かれました。じゃあ、入れていきましょう。これね、確認。お希望する油種の給油条件を選択。Tポイントは使わない、もう貯めまくる。はい、さあ入るぞ、ね、どのぐらい入るかな。まあ、ちなみにこんな価格表があるんですけど、私の場合はハイオク169円なんで一番安く入れられてるのかな、ね、169円。あ、もう5000円ぐらいになりますよ。さっき1万1000円だったから、まだこんな時間なのに、午前中なのにもう、ね、2万円ぐらい使いそうな勢いですね。やっぱり給油満タンすると時間かかりますね。はい、終わりました。7345円でございます。はい、レシート、本日2つ目のクーポン券をゲットです。で、入ったガソリンが金額でいきましょう。7345円、さっきのと合わせて1万8000円を超えました。まあ、ですので2台合わせて1万8398円ということになりましたね。いや、やっぱこう見るとやっぱガソリン代は高いわ。高い、まあこう見なくても高いんですけどね。うん、まあでもしょうがないですね。まあ事故を起こさないようにいきましょう。事故が一番コスト高なんですよ、なんと言っても。だから安全に時間と意識をね、かけること、
それに越したことはないかなと。お、いけるかなこれ。いけそうですね。はい、じゃあ行きましょう。はい、どうもありがとうございます。ちょっと安全運転するんでカメラの方見れないですけども、いやでもね、これがだから25円の揮発油税みたいなのが入ってるわけですよね。だから100リットル入れると25円、2500円かね、25円かける100リットルですか、2500円か、2500円、100リットル入れて2500円の差はね、もうこれを大きいと見るのか小さいと見るのか。私の場合はこの車の維持費がバカ高いんで、相対的にガソリン代が値上がりしてもそんなに気にはならなくなってはきたんですよ。で、長距離乗るとガソリン代もダメージくるんですけども、そんなにね、何百キロも乗らないですからね今はね。だから月に2回それぞれガソリン入れるぐらい、まあベルファイアはちょっと頻度が高いんで3回になる時もあるんですけども、でもその代わりそういう時っていうのはトランザムに乗らないですからね。だから結局人間が1人で車が3台なんで、どれかに乗ればどれかに乗らないんですよまあですんで走行時間と走行距離は一緒なんだけども、割り振りのね、どの車に一番負荷がかかるかみたいな、走行がかかるかみたいな割り振りが変わってくるんですよね。あ、ですんでやっぱベルファイアが一番メンテナンス多いですね。でトランザムはメンテナンスは相対的に少ないはずなんですけども、旧車なんでね、もうね40年ぐらいので、あとパーツもナイトライダー仕様なんで特別なものばかりで、しかもオリジナルのトランザムの部品もそんなにスッと手に入らないですからね。あとはその辺の工場でやってくれるもんでもないんで、やっぱ専門店に持っていく、まあ専門店では私あれですよね、埼玉になってくるんですよ。埼玉でお願いするっていうことになりますんで、やっぱりこう負担が大きいかなと。でも趣味にお金をかけるのはしょうがないですよね。ただ同然の趣味もありますけども、例えば私がね、将棋とかオセロの趣味があったら多分すごい安上がりだと思うんですけども、ただ将棋やオセロの趣味っていうのを維持するのにやってくれる人がいないといけないですよね。しかも同レベルぐらいで、もしくはちょっと強いぐらいの人が付き合ってくれないと、ああいったゲームの趣味ってのは成り立たないですからね。この車の趣味っていうのは、まあ、生活してればこうやって自然に使うんで、そこそこね、生活と一体化してるかなっていうところがあるかなと無理やり考えてますけどもね。あれ、これなんでサービス券2枚もあるんだろう。まあいいや、どっちかが使えないのかな。じゃあこうやって2枚ねレシートでいただきまして、次回も使わせていただきます。あ、これ辺出すの忘れちゃった。それじゃあありがとうございました。なんだかこうギャングみたいな格好ですね私ね。あ、しかもちょっと老けてるか顔がね。髪をねグーッと上げるとね、やっぱこうあれですね、なんかちょっとトゲトゲしいですね。すいませんちょっとやんわりした格好しないけどですね、ちょっとはね。サングラスも良くないのかな。いってらっしゃい。